ね。それか、ネットで人気のサイトを作っていきなり大金持ちになった人と結婚するのもいいな。ちょっと生々しいにゃん。大金持ち言っちゃってますからね。俺も人気のサイト立ち上げようかな。いや、ないない。それか、やっぱりすっごい大金持ちって言ったら石油王かな。すっごい油田を掘り当てちゃったりとか。掘ろうかな。掘らない。今日のフニちゃんなんかおかしい。こんなにお金大好きじゃないはずなのに。これ絶対妖怪の仕業だ。いやいや、んなことありゃせんって。お金持ちと結婚できたらいいなぁなんて考える女子は。ミサー、これ何？まんまるたこ焼き野郎、あ、じゃなくて丸めた鼻くそ、あ、じゃなくてそうです、玉の腰でミサ、レッツ玉の腰。玉の腰何や。玉の腰とは、女性がお金持ちの男性と結婚することで自分もお金持ちになること、そうなるのを玉の腰になると言うんです。玉の腰が近くにいると目がお金マークになって玉の腰に乗りたくなっちゃう、つまりお金持ちと結婚したくなっちゃうんでミス。そうなんだ。そして実際にこの玉の腰になると本当に大金持ちになれちゃうんだよ君。おお、すごいやん。ゲタキャン、こんなやつ早くやっつけないとフミちゃんが大金持ちと結婚しちゃいますよ。フミちゃん、ちょっと先に下行ってて、俺もすぐ行くから。なるほど、これで心置きなく戦いますね。玉の腰なんでしょう。俺を乗せるんだ。乗ればお金持ち。ゲタキュン、そのお目目、お金持ちになってフミちゃんと結婚。いや、別に金持ってりゃ結婚できるってわけじゃないでミスよ。乗るよ。ジマニョンもでミス乗ってやる。大金持ちになってチョコボをいっぱい買ってやるじゃん。あなたたちもお金持ちになりたいだけでミス。行くぞ。うわっ。